で、地下への。やばい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 。大丈夫っぽい。あれ、あ、L1 と2間違えてた。これ高いのね。もっと安物の盾でサーフィンした方がいいな。これ守備力50国大事故ですよ。おう、どうでもいいや、戦うわけじゃないし。ひー、何、音がやばい。あー、イエロックさんか。なるほどな。ちょ、カメラ危なくない？落雷やば。怖え。まあ出た時には止んでんだろう。ゲミミカ、ゲミミカね、クリニカみたいに言っちゃった。回る力、うん、燃えてる。これあれ、扇風機みたいなやつじゃなかった。まあこれやな。電気をつなぐとこいつらが回るのか。扇風機、風を回せる武器なんてないぞ。あ、こいつがクソ。そういうことか。こうだな。じゃあで電気をつなげば回り出す。いたあるじゃん。あー、そういうことか。これ一本ずつ回せんのかな。まあ、とりあえず上行ってみよう。さっき、燃えろよ燃えろよ燃えろよ燃えろ。とりあえず下にポイッと。うん、宝箱はそこだけど、うん、いけなさそうだな。これ足りないよね。ちょっと足りないね。うん、じゃあこれを。あいつ、つけるって出ないね。あ、こっちか。出ないね。別のが燃えた。普通にさ、これにつけてここで風を出すのかと思ったんだけど、つけるが出ない。出ない、
そういうことか、分かった。これごと動くから、これごと持ってくるのか。あれ、そもそもクリアってなんだ。今宝箱のことばっか考えてたけど、そもそものクリアは何だろう。逆かな。これを下に押し付ける。下に行かない。あっ、これあれだ、食台になってんじゃない。ほら、燃えろ燃えろ。ちょっと待って。水出てきた、水。そういうことか、わかった。チー、わかった。こういうことか。タララララララン。まあこれはええねんけど、怖いなこれ。火炎車って感じ。ちょっと足りんのよね、あそこまで高さが。ほら高さ足りねえ。でこの炎がついたからといって距離が伸びたわけじゃないので、これを止めましょう。あとね、これを3個分高くすれば届くかな。誤差かな。これで微妙に高さが上がりますが、これでクリアできるかな。あれ？ちょっと高くなったけど。よし、クリア。うまいこと乗れば、そもそもの高さでいけそうだな。おっと、壊れた盾が、50盾復活。ハンマバキ復活。これが正解とはどう見ても思えませんが。あと一つ考えたのが、ほらこれあるから、一旦ポイして、これをね、これをこれをつけて。ダメだね、まず高さを高くなってつけれなくなりそうだから、先にこっちを。
こういうことですよ。回れ。なんでこいつ耐えれてんの、これがわからん。これでめちゃくちゃ高くなったのはいいが、どうやってあの上まで行こう。これがわからない。高さは十分になったっぽいけどね。しかもこれどう見ても電気来てるよね。うわあ。よし、諦めよう。これがわからない。タッタラララーン。雨止んでんじゃん。そして海賊船やってきてんじゃん。すっげえ来てる。あれなんだろう。リザルフスだ。さあ、そしてここの渦巻きの謎解き的なものは何なんだろうね。うん、滑空だが上で稼いでる。倒しときたいね。こっちだよー。目玉が欲しいんで。もうちょいもうちょい。よしよし。これこれ、目玉が欲しかったんや。あと2個ぐらいかな。火の棒、いい動きしてるぞこいつ。煽り上がるし。死ね、煽ったやつは死ね。ここもなんかあるな。で、多分ここだったような気がするんだよね。何色や。青。重なって全然見えへんけど。上？下？下やな。着地するか。黒ばっかじゃん。めちゃ強いぞこいつら。縦サーフィンする方が良さそうだけど、壊れちゃうからね、縦。ん？馬？普通に馬と敵やないか。あれ？これ荷物運んでない？ちゃ、荷物ではなかった。じゃあいいわ。うわあ。うまあ。ぶっ殺すぞ。これこれ。力の泉。ここを飛べるように。ここ落下、ここ自体が飛べるようになるかな。これもブレワイであったんでね。まあそれはええねんけど、調べるはどこや。ここか。母なる女神像の気配が感じられません。母なる女神像の様子を見てきてください。どうかどうか。力の泉の女神様。
深き谷に追わす。どこ？地下？え？あ、ここ？あれ？でもこうすぐ行けるな。そんなんあったっけ？母なる女神像なんぞ。うん。これ？ん？調べる。あ、これか。倒れてしまっている。動かない。なにこれ、いっぺん帰るの？あ、帰るんだ。あれー、先に祠があるかどうか確認すべきだったか。そう、帰る時のこと考えてなかった。飛びましょう。行くぞそういえばさっき女神像のセンサーならなかったからない。女神像じゃない、ほこらセンサーならなかったからないの。まあ、上から行く方が早いな。意外にね、祠センサー範囲狭いんでね。本当はあったのかもしれないね。でもここ。こまめに来るとすると、どっかね、近場に欲しいよね。うん、ここ、雨多すぎじゃね？ブレワイの時も初めてライネル戦かなんかで落雷落とされたのここだったっけ。そういえばライネルいないね。まあ祠センサーなりませんな。うん、ならんならん。倒れていただと、元に戻すため力を貸してください。オルドラを探し、爪を、オルドラの爪、デスマウンテンの北の空。うんなるほどね。ネルドラはいたね。大体の場所は出てるね。そろそろ赤い月か。じゃあ一回だけちょっとせっかくなんで覗いてみましょうか。デスマウンテンの頂上いたっけ。いや間違ってはないか。デスマウンテンの北だからこっちでいいのか。
自分で登ろう。ブレワイの時もね、オルドラ、ネルドラ、ね、ドラグーン、ハイドラを探すのは大変だったね。まだあの時は始めたばっかりでね、特に下手だったんで。当てるの大変だし、当てたの取りに行くのも大変だったね。おらんな。リーバルトルネード、いつでも行けるぜ。看板ある。百名山100個もあんの。そっちの方がびっくりやわ。おらんな。ネルドラはしょっちゅう見るんだけど、オルドラハンがおりまへんね。北側に行ってみよう。割とオルドラってさ、この辺飛んでたイメージなんだよね。正直遠目で見ると空飛んでるドラゴン区別つかないからさ、何飛んでるんだろうって思ってた。空島より高いね、デスマウンテンところどころ。うん。雨の日だけってこともないんだって。たらまあわかりませんな。よし、諦め。せっかく上から見た時に一つさっき祠が見えた気がするんで、そこに降りて帰ろっか。ゲルド族、ゲルド地方行こうか。空いてるわと思ったら、うん、結構行ってるな。祠的に行くとこの辺かな。